こんにちは、今回はですね、ローバードの G31 のジャイロを使って、送信機側からですね各設定を行うためにですね、設定モードへと入っていくんですけども、その設定モードへの入り方が、ちょっといまいちわからないよという問い合わせが多いので、そちらをですね今日は紹介していきたいと思います。で、まあ、基本はですねパソコンとつないで設定することをお勧めしてますが、現場でどうしても調整しなきゃいけなくなったとかそういった場合のためにですね、簡単に設定モードへの入り方ですね、7-1、それから7-2の項目ですねへの入り方を説明していきます。ちょっと今日はですね、英語の説明書しかないんですが、この説明書のですね7番目、この項目の説明をしていきます。で、7-1それから7-2という項目があるんですけども、これはそれぞれ、7-1の項目の場合は、0番から、9番まで、それから7-2のモードの時、設定メニューの時はですね0から3番までを使用して設定していきます。で、この数字ですね0から9とか0から3までというものは、このジャイロ本体ちょっとアップしていきますね。このジャイロ本体を見ていただければわかると思うんですけども、このジャイロ本体に、ステータス LED というのがあります。で、これがですね、まあ、番号振ってあるのでわかるかと思うんですけど0123456789という形になってます。で、ここにあるのがステータスの LED になります。で、このランプの色をですね、判断しながら、各項目の設定を行っていきます。で、説明書にはですね7-1があるので先に7-1のモードに入るのかと思うんですが、実際はですね最初にこの7-2のモードに入るので、その7-2のモードへの入り方をまず説明していきます。で、設定を行う際ですね、送信機を使って設定を行う際は、必ずモーターとアンプの線を外して作業を行ってください。まあ、不意にモーターが回ってしまったりだとかそういった事故が起きる可能性が十分ありえますので、コネクタですね、モーターとアンプのコネクタは必ず外してから作業を行ってください。で、ちょっと今日は分かりやすくこういう風にしてますけども、基本は機体に乗せたままで作業できますので、送信機の電源を入れていきます。それから、本体と機体本体と、バッテリーをですね接続していきます。ちょっとこれ分かりやすいか、ランプが見えやすいようにちょっと向きを変えさせてもらいます。この状態で、バッテリーとつないでいきますね。で、今グリーンのランプが光ってます。これで今イニシャライズが始まってます。これをちょっと待っていただきます。そうすると、一番下のですねステータスの LED が青に光ります。で、この状態でイニシャライズが完了している状態ですね、まあ、初期状態というか飛行準備ができましたよという状態なんですけども、今日はここから設定項目ですね7-2へまず入っていきます。7-2へ説明書のこの先ほども言いましたこの7-2へ入る場合はですね、ジャイロ本体にあるこのネクストボタン、見えますかね、ここですね、このボタンを使って、設定モードへ入っていきます。このネクストボタンをですね、まず長押しします。3秒ぐらい1、2、3、はい。で、今点滅してますね。この0番の LED が点滅してます。で、この状態で今7-2のモードに、設定項目へ入っています。で、これはスラッシュプレートの
キャリブレーションなので、この状態でエルロンとかラダーですね、そういったものを、設定していきます。これ今レバーを、ちょっとスティックを動かしているので、音がジジジジといったサーボの音が聞こえてます。で今はこのステータスの LED が黒ですね。なので、これは、なんて言ったらいいんだ、ピッチが0度の状態の時の、スワッシュプレートの角度を調整していきます。ですんで、スワッシュプレートのレベラーなんかを使ってですね、0度になるように、このランプが点滅している状態でそのスワッシュプレートの0度を決めていきます。で、ですね、だいたい水平が出ました。例えばの話ですけども、ここで、水平を出していきます。で水平が出ました。そしたらネクストボタンを押します。一度押します。そうするとステータスの LED が青に変わりました。今度は、この説明書にもあるように、ネガティブピッチ側ですね、マイナスピッチ側の、でのスワッシュプレートの水平レベルをですね調整していきます。これも先ほどと同様にこのランプが光った状態で、この、送信機側のですねレバーを調整してレベル出していきます。でレベルを出し終わったらまたネクストボタンを押します。そうすると LED が赤に変わりました。これで、ポジティブピッチですね、プラスピッチ側の、レベルの調整に入っていきます。ですので今までと同様に、レバー送信機側のレバーを調整してレベル出して、で設定が終わればネクストのボタンを押します。で、次にですね、この説明書で言うところの1番に入りました。ですんでジャイロ本体の、ランプもですね0番から1番に移動してます。で、ここではですね、レートですね、どれぐらいサーボが動いていくかっていうレートを調整して選択してネクストボタンを押していく形になります。ですので今はこの赤のランプが光ってますんでローですね、エルロンとエレベーターのレートがローの状態です。ただしでここで、ラダースティックをですねどちらかに動かしていくと、青のランプ、それから赤の点滅、青の点滅というような形になります。それはですね、少なめに動く、ミッドからローの間、それからミッドからハイの間、それからハイレートという感じで、説明書にも書いてありますので、そちらをちょっと参照していただきながら設定を進めます。レートの調整が終わればですね、今度はラダーのレートにの調整を行います。ですのでまた NEXT のボタンを押して、今度は2番ですね、0、1、2番の、設定を行っていきます。で同様に、ラダースティックを動かしながら、ラダーのレートの調整が終わればまた、NEXT のボタンを押していただいて、作業を進めていきます。それで0、1、2、3までですね、この4項目を設定し終われば、7の2の設定は終了となります。ですのでここまでで、各設定をですね入れていったら最後にネクストボタンを押していただきます。はい、これでまた初期の一番最初の状態に戻りました。ここまでで7の2の、設定の入り方、それから設定の仕方の説明が
終わりになります。で次にですね、あの説明書にあったもう一つの 7-1 ですね、この 7-1 のモードに入るんですけど、設定項目に入るんですが、その場合はですね、まあ、同様にジャイロ本体のこの NEXT のボタンをですね、今度は5秒ぐらい長押ししてください。1、2、3、4、5。そうすると先ほど 7-2 の項目に入った時はこの緑のランプが点滅だったと思うんですけども、今度は点灯に変わってます。これが点灯に変わってれば、あの点灯してれば 7-1 ですねの、設定項目に入ってます。でこの説明書を見るとですね、この 7-1 の設定メニューに入っていくと、先ほど説明したように0から9番まで数字があるんですが、この0ですね、0っていうのは、受信機のタイプを選ぶ項目になります。で、この項目のみですね、この NEXT ボタンを押して、選択します。ですので、受信機のタイプですね、通常の受信機を使っている場合はこのステータス LED が黒というか、あの何も光らない状態でそのままで OK です。ただ S バスとか、DSM2 の受信機ですね、そういったものを使っているときはこの NEXT ボタンを、長押し、ちょっと長押ししてください。はい、で今赤の点滅になってますね。これは S バスで、また長押し、これは DSM2 というように、説明書に書いてあるステータスのランプですね、それを見ながら、ご自分の使用されている受信機に合ったものを選択してください。これはですね、通常の受信機使っているので黒に戻します。ですから、何回もちょっと長押しして、はい、で黒に戻りました。で、この項目の設定が終わりましたら、次に0の1番ですね、0の1番じゃない、ごめんなさい、0から1の項目を設定したい場合はこの NEXT のボタンをちょんと押してください。そうすると、サーボタイプですねの選択の画面になります。あ、画面じゃない、サーボタイプの選択の項目になります。はい、それでですね、次1番ですね、0から1番へ変わった、サーボタイプですね、スワッシュ側のサーボと、ラダーサーボの組み合わせを選択していきます。初期状態ではですね、何も LED、ステータスの LED は何も光ってない状態で、これは一応カスタムとなってますけども、基本的にはですね、ご自分が使用されているスワッシュサーボ、それからラダーサーボの組み合わせを、確認していただいて適合するものを、選択していただくというようになります。でこの項目はですね、ラダースティック、送信機側のラダースティックを操作して、項目を選択していきます。デジタルとデジタルの組み合わせである場合は、送信機側のラダースティックを、どちらかに動かしていただければ、こんな感じでステータスの LED が赤に光ります。これはデジタルと、デジタルの組み合わせで、それからまたラダースティックを切れば、デジタルと、760マイクロセック、またラダースティックを切ればアナログとデジタルの組み合わせというような形で、どんどん、ご自分のですね、機体の組み合わせに合わせたサーボを選択していただいて、いくようになります。で組み合わせが正確に終わればですね、組み合わせの選択が終わればまた NEXT のボタンを押して次の項目へ入ってきます。2番の項目、それから3番の項目、
というような形で、順番に作業を行っていただきます。でそれで、設定の方法は設定へのですね入り方などは基本的にもう一通り説明はこれで終了になります。で今度はですね基本的にはもうパソコンを使っての設定を進めてますので、そちらの方をですね今度またビデオにて紹介したいと思います。ですので設定送信機を使っての、設定方法への入り方のビデオはこれで終了になります。それではまた。